原子城は青森県五所川らしおわ原子屋座山本にあった平城。城は浪岡城から西北に約8キロメートル離れた、離れた地にある。城地は北に、もちこ沢川、南には大田目池、東は山地、西には水田があり、周囲は断崖の溶岩である。各は内閣東西5 0 0メートル、南北3 0 0メートルの地で、 主角はその中の東西200メートル、南北160メートルの地である。その西側に主な外角があり、東西300メートル、南北200メートルの広さがある。また、上地は現在果樹園となっている。原始城は居住に向い日地であったため、古代エゾ間があった。その後、館跡を利用したものが一般的に言われている原始城である。戦国時代、 日後の名族菊池氏の流れを組むと言われる、玄師氏が居城とした。元記年間から天少年の上司は波岡四、天皇の一人、玄氏平内兵衛で、波岡北西を守った。なお、平内兵衛の名は、津軽法内城志向によると襲名で、同一人物ではないという。その後、天正六年、大浦亀信の波岡城攻撃の際、落城したものと思われる。 平内兵衛は、その後南部へ蓄転した、もしくはでは土崎に逃れたと言われる。平内兵衛は、その後吉地長や絵門の陰謀を津軽ため信に密告し、家臣になったという。また、原始城は、その後廃城になったものと思われる。ありがとうございます。